はいい天気だね。こういう日は日向ぼっこ。あれ後ろ、なに、なに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 、これはあおりってやつだ。誰か助けて。寝てるか？キレオサンタが来たぞ。プレゼント欲しいんだろう。なんだお前は。なんだ。邪魔しないでもらっていいですか？あなたは。あ、本物のサンタですか？こんにちは。これどうぞ。いらないですよ、私は。いらない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 。これいらない。プレゼント投げないで、プレゼント投げないで。もういいや。君たちもプレゼントが欲しいか。どうぞ。君たちにもプレゼントをどうぞ。いい子に寝ているかな。悪い子にはお仕置きだ。起きてるね。今日は待ちに待ったプレゼント交換会だ。まあ、クリスマスといえばプレゼント交換会なんだけど、何持っていこうかな。ちょっとまだ決めてなくて悩んでるんですよね。みんななら何持っていきますか？あ、いいところに野菜がある。これ持っていこう。ただだしな。あ、消えちゃった。あ、消えちゃった。これ、喜んでくれるかな。いやいや、どうも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 、待った。ごめんね、ちょっと遅刻しちゃって。まあ、クリスマスだからさ、サンタさんが家に来てるかなと思って、いろいろ確認してたら、うん。別にプレゼント拾ってきたわけじゃないからね。これがプレゼント交換会や。すごい。一人なんかめっちゃ溜まってる。あ、出なくなっちゃった。全部持ってた。プレゼント全部持ってたぞ。ヒレオが。ヒレオが全部持ってた。はい。素晴らしい。素晴らしい。すごい。ちゃんと投げれてる。あれ？また全部持ってた。また全部持ってたヒレオが。ヒレオがもう、ふざけてるんだよ。ヒレオがふざけて、あっ！あはははあああああああでっかくなっちゃった。キレオだよ。いやー、街に来たんだけど、やっぱクリスマスってさ、いいよね。雪が降ればなおさらいいんだけども、夜景が綺麗だからさ、イルミネーション見てるだけでもすげー楽しいと思うんだよな。いやー、この場所も綺麗だな。人がいっぱいいるよ。あれ？これってカップル？
うわー、すげえ楽しそうじゃん。うわー、チューすんのか？チューすんのか？すんのか？あははは、ちょっと嘘。ねえ、なんで僕だけ一人ぼっちなの？ちょっと、ハマってよ。僕も、彼女が欲しいです。彼女が欲しい。ねえねえ、そこの彼女、かわいいじゃん。それどこで買ったの？その服。いいブランドだね。僕がもっと、50円ぐらいマシの、ちょっとだけいいの買ってあげるよ。おーい、彼氏いるのかよー。こんなー、なんだあいつ彼氏持ちかよ。こんなとこにいるなよ。おーい、こんにちは。ちょっと、ダメだ。気づいてくれない。そう、なんか、見向きもされないの嫌だな。ちょっと。ダメだ。どうしよう。どうしたら気づいてくれるの、これ。ねえ、二人の世界に入らないでよ。しょうがない。ダンスしよう。レッツダンシング。ダンシング、ダンシング。ちょっとこの間に入れてくれ。俺も入れてくれ。頼む。なんか、満足しました。13日の金曜日といえば、実は第1回、第2回と、今までヒデオ対ジェイソンが戦ってきたんですけども、11月13日、今宵、二人のバトルが始まります。何で対決するかというと、ロボットボム、ハイパープレッサー、そしてオーバーフロッシャーの弾を避けてもらいます。最後まで生き残った方が勝ちです。ジェイソンさん、準備はできていますか？おい、いいね、いいね、やる気満々や。ヒレオさん、準備の方はよろしいでしょうか？ガが強い。これガが強いぞ。仲悪。仲悪。今チームだからな。弾は当たらないけど、仲悪い。ははは。ちゃはははははは、仲悪。ヒレオのジャンプ面白いぞ。それでは第1回のバトル、ロボットボムを避けるバトルをしていきたいと思います。ジェイソンとヒレオ、どっちが勝つのか。来ました。来ました、ロボットボムが。逃げてる逃げてる逃げてる。どっちが先に死ぬ。どっちが生きてる。あ、ヒレオがやられた。ヒレオがやられてしまった。ジェイソン生きている。ジェイソン素晴らしい。よく生きていた。この勝負はジェイソンに軍配が上がりました。ヒレオこっちだよ。ヒレオここにいるのや。それでは次はですね、ハイパープレッサーを避ける対決でいきたいと思います。ジェイソンここ隠れてるのか。この一応枠を書いといたんですけど、ここで逃げてもらう。この枠の中で。いや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 、ハイブレきた。さあ、どっちが生きてられるのか。どっちが、ああ、ジェイソンやられた。ジェイソンやられた。ヒレオだ。今回勝ったらヒレオだ。はい、今回は、バブルを避ける対決をしていきたいと思います。ヒレオとジェイソン、どっちがいっぱい避けれるのか。なんか、ちょっとこっち見てる。ちょっとこっち見てる。あ、来たよ、来たよ。やぶれ。うわあ、俺死んだ。いや、俺死んだ。よし、ヒレオとジェイソンを見ていきましょう。さあ、どっちが避けれるのか。ヒレオとジェイソン。お、うまい。なんか、太くなってる。スポンジが太くなってる。あ、ジェイソンやられた。ジェイソンやられてしまった。ジェイソンやられたため、ヒレオの勝ち。